これね、日韓大衆の話題なんですけどね、佐藤健くんとか、あとワンオクタカ、綾野剛、山田孝之さんとかね、巻き込まれ事故みたいな、詐欺ですよ、いわゆる BTS に合わせる詐欺犯、報道エッチ氏が突如 YouTube 解説、ヒカルに激怒ブチギレってですね、急展開、芸有名人との裏交際、違法行為の暴露示唆で芸能界が大震撼中ってやつなんですけど、2月17日、昨日、おとといか。去年12月 BTS 詐欺の首謀者だと報じられた実業家エッチ氏が YouTube チャンネル立ち上げ、人気 YouTuber ヒカルの急を糾弾する内容の動画をアップして波紋を広げている。かねてよりネットを中心に話題になっていた BTS 詐欺については、女性セブンで年末にね、詳細が報じられている。今回 YouTube を立ち上げた40代後半のアパレル会社社長エッチ氏は、自身ブランドが BTS とコラボするからアメリカまでついてくれたら本人に合わせてあげるという文言で女性に接近、嘘だと否定する相手に自社関連の BTS グッズを証拠として提示し信用を得ると面会にかかる飛行機代やホテル代など振り込ませるという手口で詐欺を働いたとされる。まあ、ひどいですよね。多くの被害者がエッチ氏を信用してしまったのは彼の芸能界の人脈の豊富さからだという。このエッチ氏は山田孝之さんとか白田優君、綾野剛さん、佐藤健君、新田真剣佑君、ワンオクロックの高さんなど、第一線で活躍する芸能人と親交が深かったとされる。まあ、ここら辺はね、いわゆるこの世代ですよね。この世代で仲のいい人たちですよね。目立ってる世代ですよ。佐藤健君とかね、高さんとかね。まあ、パーティー好きじゃないけど、まあ、そんな感じですよ。去年のね、ラドウィンプスのギターの人がね、不倫の事件ありましたよね。これも、エッチの会社の取締役に、この桑原さんっていうのが名を連ねていたってことですね。で、あと、不倫相手の女性を紹介したのもこのエッチ氏。エッチ氏の会社の運営資金としてまとまった金額を渡したことは認めたものの、役員報酬を受け取っておらず、当時渡した金も一切も戻ってきてない。あ、そうなんだ。桑原さんは。だからまあ詐欺っぽいんですよね。で、佐藤健くんとか高さんなど数多くの人気芸能人とも親交が深かったエッチ氏なんだが、YouTube 立ち上げの最新の動画で YouTuber ヒカルを糾弾した理由とは一体ってなってて、エッチ氏って人なんですけど、まあぶっちゃけ名前言うとね、これね、東屋さんっていう人でね、東屋義和さんっていう人ですよ。今日も YouTube 上げてましたけど、もともとこの記事を僕は見る前から、ちょっと、この人の YouTube 気になってたんで、アンジャッシュの渡部さんのことを暴露したんですよ。渡部さんは、に女紹介したと。渡部さんは今こう出てきたけどね、復活しようとしてるんだけど、いやもう、もう、あれだけじゃない、氷山の一角でもっといっぱいいると。で、この人関西の人で、この東です。東屋さん、エッチ氏ね、は関西の人で、渡部さんが大阪に来るたびに東京ではね、佐々木希さんがいるから遊べないから女紹介してたんです。その証拠の LINE もって言って LINE もやって、もう結構ゲスなね、ネタなんですよ。もう失うものはないからもう全部暴露するみたいな。その中にまあこういう関係のあるこの佐藤健くんとか、ワンオクタカさんとか山田孝之さんも含まれてるっていう話を、これは週刊大衆ですか、日韓大衆かはしてるんですね。で、ヒカルさんはね、ヒカルさんは暴露をしたね。警察やヒカルの名前を使った詐欺に130万円振り込んでしまった被害者に会いましたっていう動画で、ヒカルさんの名前を語られたってことなんです、この人にね。で、ヒカルの名前を利用してお金を募ったという詐欺師に130万円もの大金を振り込んでしまった被害者にヒカルが実際に会いに行くっていう動画をあって、その詐欺師というのがこのエッチ氏、東屋さんですね。動画内では彼の実名もさらされています。この動画は130万以上を再生されていて、当時から波紋を広げましたと。この動画に怒りを覚えて、このエッチ氏、東屋さんは、ヒカルを糾弾する動画をアップしたさ。で、この東屋さんはヒカルに動画をさらされたことによって、仕事、友達を失い、家族もにも疎遠されたことによって、まあ、恨んでんですよね。実家もさらされちゃったんでね、視聴者。いろいろさらされちゃったってことね。自分にも原因があるとし、でもこの東屋さんは長年
芸能界に近いところでやってきたものでものの、詐欺報道が出たことで光るにさらされたことで親交のあった芸能人たちが一気に引いていったとも明かし、何もかも失ったと、崩壊したとコメント。でもう失うものはないとし、全部さらけ出してやろうと思う、自暴自棄に語り、今回立ち上げた YouTube チャンネルを通してタレントとの関わり合いも全部話していくと表明したと。渡部さんのね、暴露してんのに4万再生ぐらいもされてんのかな。でもね、顔見てもらうと分かりますけど、相当うさんくさいですよ。こんな人と友達になるのかなっていうね。まあ、見た感じからあんまり信用できなさそうな人ですよね。なんかやばそうな感じ。なんかタイプ的にね、昔ほら、スーパーフリーっていう、いたじゃないですか。酒飲んでね、サークルでパラパラとかやる遊びサークルみたいので、早稲田大学のサークルかな。そこでこう、酒飲まして女の子をもてあそんで、逮捕されて、したリーダーみたいなのいるじゃないですか。なんかあれっぽいルックスの人ですよ。ちょっと似てるんですよね。なんかあんまり、たけるくんとか、ワンオクタカさんとか、そこら辺と絡むのが想像しがたい感じの見た目ですけどね。まさに衝撃の動画ですね。関係があった芸能人との過去を晒していくとかだったエッチ氏は、その中には違法性のあるものもあると話しています。今回エッチ氏の動画を受けて戦々恐々としている芸能人は少なくないと言いますよ。エッチ氏は芸能人と食事に行って若い女性をあてがうことで信頼を築いて行ったと言いますから、まあ前言みたいな感じです。エッチ氏と飲みに来るのはいわゆる港区女子で、彼はそういうルートを持っており、そこが強みだったようだ。そしてエッチ氏を信用していた芸能人も美女を呼べるエッチ氏を重宝していたわけです。エッチ氏はそういった場で何かと写真を撮りたがり、実際に撮りまくっていたそうなんですが、飲み会で何があるというわけではないでしょうが、そういった写真が世に出回ること自体が一流芸能人にしたら著しいイメージダウンにつながってしまいますねと。加えてエッチ氏は違法性のあるものがあるとほのめかしているわけで、 BTS に合わせる詐欺が大々的に報じられ、警察の目を光らせているともささやかれていますが、そのエッチ氏は逮捕されることがなく、逮捕されなかったんだこれ。今回 YouTube チャンネルを立ち上げた過去、エッチ氏と関係があった芸能人は何を言われるのかと恐れをおののいているでしょうし、彼の動向を注視しているのではないでしょうか。ヒカルの次にエッチ氏に標的にされる有名人は一体誰なのかっていう。まあ、ヒカルと仲良さそうにするのはわかります。なんとなくどっちもね、こう、怪しげなというか、うさんくさい裏がありそうな感じだけど、あと、まあ、渡部さんと絡んでたのもなんかね、わかります。渡部さんもゲスじゃないですか、言ってしまうと。その LINE のやり取りを見ると、渡部さんも相当ね、なんだかね、相当警戒してる LINE なんですよ。LINE のやり取り見てるとね。本当にこれ、外に出ないんですか、表出ないんですかみたいな感じに、慎重に慎重にやり取りしてる感があるんで、多分ね、この人怪しいな、うさんくせえなっていう感じは LINE からプンプンしてるんで、どうだろうな、ワンオクタカさんとか、佐藤健くんとか、山田孝之さんは分かんないですよ。山田孝之さんはちょっとパリピっぽいところがあるし、本人もね、いろんな事業をやってる人でもあるからあれだけど、健くんとか孝さんとかは、割とこう慎重な感じあるんですけどね、人に対してね、簡単にはこう立ち入らせないようなオーラがあるので、なんかちょっといまいち結びつかないなと思ってますけど、まあ一応本人は言ってるんでしょ、多分。ワンオクタカとか佐藤健とかも交友があるみたい。だからイメージダウンにならなきゃいいなっていうふうには思ってますけどね。まあ僕はでもちょっとなんかいまいち信用は信じてはいないですっていう話でした。では。